はい、と2023年1月28日になりましたということで12時10分でございますということで、まあ、英語物語界はちょっとなんかざわざわしとったけど、私のアマゾンのアカウントもざわざわしとって、なんとか復活してようやくあれだね、漫画が買えるようになった。お前クソみたいなもん買っとったら、お前のアカウントなんか凍結しときゃいいだろ本当に。いやーね、まあとりあえず行きましょうかということで、うん、こんな感じなんですけど、まあね、そんなざわざわしとったらじゃないけどさ、せっかくなんで先生の箱じゃないけどさ、秘伝のあたりにしといた、あのゼネコンに、まあとりあえず行きましょうか。まあそんなことは後で適当にちょっと喋りましょうか、できましょうかということで、あれあら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 、どうしたの、なんかいろいろ言おうとしたの、言おうとしたの、アマゾンがとりあえず復活したでよかったんでしょう。どんな感じなんでしょう、あれカノプですよ、今日初見ですよ、初見ですよ、今日初見ですよ、今日初見、うん、今日初見、大勢呼ば、あ、それから喋りましょうか。どれでもあれだもんね。こうやって実は知ったんですけどさ、ピグベンだったビグベンだった、あれで撃てるんだよね。数回あれだね、ウニトラ使った時にあのミエコシャに2回ぐらい引っかかったねちょっとそれからなんか トラとウマさんになってさ、うん、色変えるかな、まあ一応ここら辺にしようか、とりあえずあやってやると変えんかな、変えざるを得ん状況があるんだね、多分おそらく。どれがいいんだろうね、ゼネコン色変えるのね、風もやったで、まあ、相手次第1がいい、ただ水は良くないな、あれはほぼほぼこれはまあこのままか、とりあえず、うん、これ最初のさ、この問題初見の時で1番とかって思いませんでした、思いませんでした、2番って思いました、確か私これ1番ってやったけども、3と4は消したけど1と2のなんか2択でどんなんかなって、あれ使わんかったのね、え、あ、そういうことか、どっちしろこういうこう落としたいんだけど、俺ことこう落としたいんだけど、顔も変えるでやめとこう、ちょっと落とせるかな、生き残ったで5000多分いけるだろう、支援かけとんだったら、いや、もう変えてもいいかなと思ってさ、これぐらいならちょっと私変えん、水とかに、わかんねえから読めんけどね、まあこっちだったらな、これでバレか、ここら辺があるじゃなかった、足場蘇生の権利だけ奪いたいんだけど、どっちが良かったかなって、全部落とすのはきついで、ね、あれが入っとるで 60% 入っちゃうで、あ、残せた、バタリアだな、バタリアの方がでかいわ、効果はそっちの方がでかいわ、水割れだけど私ここ行くわ、本当はこういう時あんたあれなんだよね、イベオで火力あるんだから、そこじゃなくてヘビ行ったらなあかんだよな、そう、蘇生の権利だけは奪いたいんだわ、ここはとりあえずというところか、うん、これさ、この問題さ、ちゃんと見てないでさ、オファーはさ、わかるでしょう、わかるでしょう、そこまで行ってからオファー戻しちゃダメなんだよ。で、自分にいつも言い聞かしとる。うん。思っとる。
ついな、これはな。何にもかかってないできついな。そうか、しゃがねえな。しょうがねえな。この1個っていうか、だいぶ弱点としてさ、カープが残ったりするっていうのが結構めんどくさいとこある。一筋がきれいにパターンと落ちてくれんとさ、初手の効果力で落とすやつってウニでしょ。ウニでも体力あるもんな。まあ一応オールマイティに行けるわけじゃないけど、ラムってカープにはしとんすけどさ、そこが何点かな。そういうことです。ありがとうございましたということで、うん、そこがあるね。この時間であれなんすね。ありがとうございましたということで。ありがとうございましたということで。そうか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 。あれかな、あの切断パトロールかな。何でお前そういうこと言うの。うん、まあそのあたりは適当に最後に喋りましょうということで。はい。出来的にはまあこんなあれかなっていじりながら。風もやったりして、風のがいいかなって言った瞬間、水だけはあれだろうな、やめた方がいいだろうな。風場はちょこちょこは狙われてるのね。綺麗に落とすのが難しいんじゃない、やっぱカープが邪魔くさい、本当にこいつ。ウニ使うかどうかってやつだろうな。どっち行っちゃった方があれかな。ここでそうなんだよな、カノプ打てるのがあれだから残るんだよな、わかるでしょう。で、角材入っとるじゃん、わかるでしょう、このふざっこい展開、わかってわかってわかって、これが一番つらいか。うん、こっち側だったらどっちがあれだろう。フォムコが1個だけでパイセンできついよね、多分。ここでパイセン打てるのって、私か、あれじゃない？教祖様じゃない？多分。気がくないか。だよな、そう思った。うん。あれは思った。ここ行きたいやつだね。変えんとこ、うん、ここは変えんとこ。パイセンちょっとか2月かかっとるし、30、30だもんね。1回ぐらい耐えちゃうと変えんとき多いね。もうそのまますんなり行くときは変えるかな。すっごいこれシナリオ合わんのですね、本当に。だこれ、うん、合わんだわ本当に。こんだけかかっとりゃもうあれだよな、パイセンの、向こう2発か、こっちもかかっとるもんな。これ高コストのバターやれば若干なんていうんだろう、耐久的に、ああすごいの来たで、きついかなっていうのがさ思うのがさ、これはあ、そうか普通でいいんだ、ごめん、なんで遅くしたんだ。これはきついなぁ。全員かかっとるか、田島さん発か。バタヤであってもあれか。いや、きついぞ。これ、こういうことを言いたかったんですよ。バタヤは確かに強いけど、これぐらいのコストになるとさ、何ウオマルから、それからパイセンから火力アップかかりますが、そこら辺のところの、なんて言うんだろう、ずーっとじわ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 この目に見えんとこ、一応下になんだら刀マークみたいななんか出てますが、火の矢印とか、相手でも水とか火とか出てますが、あそこら辺なんか計算できます？じゃあできんから言ってもんですよ。教えてほしいから。そこら辺の積み重ねがじわ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 結構あるもんで、だから飛ばされやすいかなーって思っとんすよね、私はね。うん。3を止めてもっていうところなんだな。そうだな。これ本当にでもあれなんだよな、マジで初手落ちたいんだよな。うん、それが結構嫌なとこある。じゃあ後ろを変えろって
ありがとうございます。ソースーツなんかあんまあれなんですよ。なんかうまく作れんかった。うん。そんなにやってないですけど。ありがとうございました。まあ、せっかくなんでさ、ね、先生のお箱じゃないけどさ、うん、これでやろうかなと思ってさ。別にあれだよ、弔い合戦とかそういうのじゃないよ。うん。理にはかなっとるってあれなんだよね。うん。先生でもこれあれなんかな、夜中じゃないけどこの時間あれなんかな、体勢やっとるんかな。おせん。出来的にはどうなんだろうね。ポチポチは見てますけど、やっぱあれだな、水、火水って水がメインになりますが、水風って風がメインになりますが、当たり前だけど、そんなもんでどうしてもポンのかかるとかあるってなかなか残しにくいとかあるね。こっち歌った方がいいでしょ、多分。7600ぐらいはきついでしょ、風入っとるで。ウリーノが打てるでしょ、多分。いや、そこはわかるよ。あれはわかるよ。どう見ても。どう見てもあれはわかるよ。うん。うん。これはもう打つわ。うん。待たずに打つわ。バリテレも使ってみたけど、難しいよな、これな。風の有力のやつがおるわけじゃない。って言いながら数回ぐらいなんかあの教祖様使った時マリテにはめられたけどね、うん、見事にポコンとやられた。対戦の性質的に確かにそれ色変で有利取るや残せるっていうのがあるけど、難しいよな、なかなか。その後の構成じゃないけどさ、9000あるでね、今日は。うん、火炎はね、うん、今日に関してはただ残るもんな。うん。教祖様がポンポンと押してマリテレが最後に押して全員火に変えるのが一番。ああでもあれか、火に変えん方がいいか。水の方が打ちやすいか。打ちやすいけど火特攻がかかっとるわけじゃないか。あれか、純粋で火の火力が上がっとるっていうだけか。あのあれだな、当たり前だけど火打つ狙いじゃないから、あなた未弱とかいますが、後ろのあの教祖様の構成が分かんないもんね、あっちの方が。うん、ただこれ嫌なんだよな、このあれ残数揃うのが。これ落ちたかったな今、うん、これなんすよね、難しいのが。落ちたいんですよ。全員残すとは言わんけど、二人ぐらい残して落ちたい。うん。それがすごく難しい。簡単にいけんとこの、そこのやりにくさかな。って思っとんですよね。うん。全員風でもあれだもんな。うん、60、62個かかってあれだもんな。これどれぐらいになるの？4万ぐらいのやつが、5万いくつとかなるってこと、これ。これはきついだろうな、さすがに。ごめん、ちょっとごめん、俺ごめん、すいません、今忘れてた、ごめん、ごめん、ごめん、忘れてた、忘れてた、忘れてた、ごめん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 、しまった。これ先にポコンと打っちゃった方がいいだろう、全然かかっとるで。ごめん、そうだ、イカ水だった。ごめん、すっから忘れてた。ごめんだもん、これ。いかん、いかんでしゃれじゃないけどさ、すっかりか、ごめんなさい、これほんと。残数あれだったらあそこ行かなかもな。2あれか。
水枯れか。一回落として勝負かけに来るか。ここでや勝負かけんわな。日円だであれか。落としてからだよな。どっちみち使うんだったら。あ、使ってきたか。勝負かけてきたか。落としてから勝負かけるかなと思ったけど。うん、それ思ったんですよね。これ今の問題の答えじゃないけどさ、あれ出るの遅い時ってさ、なんかあの回線切れたりとかあるんですよ。今日あったもん。多分切れるんじゃないかなと思った時に。ジビーにあそこひそせばあれめんどくさいな、あれな。これな。そうか。うまーくここポコッとあれだね。一つで引っかかったね。一番残数、取りたいところが。そんなもんだね。対戦あるあるだね。でもこれ本当に高コースになって思う。バタリアあっても飛びやすさってのはやっぱあれだね。埋まるとか使える分の前半のなんて言うんだろう。火力のなんて言うんだろう。相乗効果っていうの。ウーマルでも 20% でね、見た目一回すごくないと思いますけど、一人二人使って、耐えたりして使ったりしたら、ちょこ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 蓄積しますがね。パイセンとかでもそうですがね。ああいうの実際じゃないけど、ちゃんとしたなんか計算してみたいよね。欲しいかな。あ、思い出した思い出した。この前、いつだった？前回の対戦の時にあの、ステップ行ったと見ましたが、あの、潜入調査したって。本気でやって潜入調査したって。あの時もだけど、あの残数メーターとかめちゃめちゃいいね、あれ。ありがとうございました、ということで。ごめんなさい、ということで。あれ、汚染。ちょっと待てよ。ごめんなさい、ありがとうございました。ごめんなさい、ありがとうございました、ということで。すいませんでした。ごめんなさい、ということで。ありがとうございました、ということで。ありがとうございました、ということで。あの、本当にあれ残数メーターのあれ持った。あれだと何不適切って言って言い方良くないですけどさ、スキルターンのなんて言うんだろう、2ターン発動なら3枠に置くとか別にしない時ありますが、その初手ダイソーとか、何、低コスで流れが遅いとかさ、逆にコストはなんだ、非単価とかで遅延とかって早そうだから、4枠に2ターンスキル入れるとか、っていうようなところが、あの、残数あれ見るとさ、わかりやすいんですよね。あれ本当思ったわ。うん。いや、あの、口悪い人って思われても全然構わないんですけどさ、ステップ行くとさ、その単数通りなやつがいないんだわ。いや、分かって。分かってくれると思うんですよ。すごいところにすごいやつがあってさ、それと思ったらさ、だって最終枠にあれだよ、マイナーとかおるんだよ。いや、別にいいわね。回復狙いとかで、秘密の低コストがあったら。だから、なんて言うんだろう。一般的なセオリーじゃないけど、常識でさ、このターンだったらこのかあれでおるだろうみたいなやつがさ、っていうさ、何、偏見じゃないけどさ、目線で見とるとさ、残数本当に誤っちゃうんですよ。それが分かるだけでもいいよなと思って、あれ見れるもんでさ、あったらね、あれかな、すごいあれ分かりやすいんだけどな、いや、本当思う。そう、あいつがおるもんでやめたんですよ、私。そう、三重子さんに数回ハマったもんで、だってウニやめた。ウニやって2にカムポ置いたらどうかなとか、なんかやったりしたんですよ。 3に置いてもと思って、そこまでやったんだったかな、あれって。まあ一応ここにしといて、ニポム。ポンもそうだもんね。1人だと 1.5 で、2だと 2. いくつぐらいか。マリテレとかだと耐えんかなと思ってやったんですけどさ、結構ポンもかかると抜かれるね。
耐えたら耐えたり、なんか後ろの構成難しいしな。ポもあった方が本当なんかやり、あ、何あの日。ちょっと待った、何あの日。ちょっと待った、何、あー、ちょっと待って、押したろ。ちょっと何あ、ちょ、ムカついてあげたろ。ちょっと待って。初めて食らったわけよ。あー、何、ちょっと何あの日。ちょっと何あれ。みんなあれだね。あの怒りのタゲだね。ちょっと何あれ。ちょっと。初めて食らった。あの笑顔だけは本当あれだね、あの人生で初めて会えましょうか、そうだね、あれはね、あの、なんだろう、あの光、ちょっと、あれだね、あの、エンパ怒りのタゲしとるね、意地でもあいつ倒すみたいな、みんなあれだね、あいつふざけんなみたいなやつだね。でもこれ本当にさ、前と比べて、ああ、だからあそこで落とされちゃうと、これ遅延タイミングあるんだって。分かって?ちょっと待てよ。ここ、どうしようあれだろうな。もうしたろ。二つは歌うもんな。そう、あれなんですって。あそこで耐えんと、あの、スキルカウントが合っちゃうんですよ。だから、あの、一段ぐらいちょっと欲しいんですよ。何あれ、なんか俺が何ひかわうをなんかあれなの、これちょっと全体がかかってないという感じなの。ちょっとこれマリテレモーシー火変えてくるわ。ちょっとこれ何にも火力アップかかないできついじゃん。ちょっと待って、あれは止まるでいいんだけど、これ落とさなあかんよ。これだぞ。そう、これを落とさなあかんな。これが向こうだな。ちょっと何これ。あの大仏、ちょっと待っただだな。なんだあれ。これは絶対あるか、ここがあるか。使わせれるか。使わせれたな。ちょっとなんだろう、だいぶ本当に。ちょっと何これ。初めて食らったかい、あれ。いい気になってたんだけど、風もそういえば食らってないかな、私。ありがとうございました。ちょっと何これ。よく引き分けに持ってたね、これ。ありがとうございました、ということで。ちょっと何あれ、あれいかんって、本当にありがとうございましたということなんですけどさ、ありがとうございましたと。何あれ、あれこれ画面に出てないのあかんやつよ、ネット回線。またあれ、これダメじゃん。何これ、いやアンテナで取るよ、ビシバシと。私のなんかこれ回線良くないんかな、良くないんかな。あれ音切れたよ。なんかあの財物に遅延食らってからあれだな。ちょっと精神的ダメージがでかいな、あれ。まあ確かに別に1円はいいけど、そうだな。そう、ウニでも思うんすよ。聞いとこう。体力考えてウニのあれかな。いや私のこういう構成だと落ちたいじゃん。結構残るんよ。そこなんよ、それなんよ。まあ知らねえな、難しいけどなこれ。
どう思う？火に変えてバレたんだわ。ちょっとくしゃみしたい。あれが耐えるもん。ポン耐えるんだわ。今のはどっちだったろうな。この問題本当にさ、これ謎だぞ。ダムだとこれじゃあ本当にこれ落とせんかな。どう思う？あ、ちょっと待った、私は後にしとくか。無理か、無理か、ごめん、変なとこやってた、ごめん、私逆だったな。でも1万9000も出とるよ。何この不毛の戦い。俺が全然できたんだな。そうか、そこら辺まで回れるな。抜けるとは思ってないけど。でもポムの残りぐらいあるとどんなもんだろう。ほんでここら辺のとこ本当正確になんかあれだね。まあ 60% 2個はきついけど、うん、あれはな、うん、そうだね、ここら辺ぐらつく。うまく落とすのがちょっと体力的に難しいよね。低体力で9周年とか水の高体力打てるやつ、ウニでもいつも思うんですよ。秘密の高コストって意外に落とすと難しいよなって。そう、ちょっとシナリオ通りに行けんっていう時はある、うん、ここは行ってほしいで、うん、絶対やるマンだよね、ここは。後ろにかけるってことだろうね。そう、蘇生がおるからだろうな。そういうあれだろうね、多分、うん、使ってこんだろうね、私もそう思う、多分、うん、蘇生してからだと思う、多分。あ、使ってきたな、使ってきたな、使ってきたか。いや、私使ってこん読みだった、使ってこん読みだった、うん、うまいな、あれな、うまいな。これさ、3番とかでもダメなの？発見とかしてもダメなの？押すだけ押しといてもあれかなと思うので。これであれかこれであれなんだな。まあ、あれだな、回復も残してな、いいハイパーしとるな、本当にな、これ、うん、あれだけだったらなんとかなるかなと思うけど、回復まであるもんな。8万ぐらいなんてこと、これ。そういうこと？回復分が余分だよな、これはな。ほんであれ吸収で打たなかもんな、これ。きついな。これ打てるんか？ここら辺は後で。追っかけだろ。きついよな、生き残りでどうなんだろう、これって。意外にいいダメは出せそうなんだけど。そうだね、1番いくつとかだもんな。ありがとうございました。そうか、
いいハイパイしていただいて、最後、だーれだ。ありがとうございましたということで。ありがとうございました。いいハイパイしていただいて、ありがとうございましたということで。いや、あれ絶対あれだと思った。蘇生後の読みだったな。うん。っていう裏を書いたんかな。ああいうとこうまくなんか読めるようなネタがあるといいんですけどね。ね。あれが良かったな。うん。なんか賑やかな部屋だな。わしゃわしゃしとるね。そうか。あれはな。難しいな、最後な。ああいうとこなかなかな。どれでも打てるんだ、うん、カナフでもちょっと体力的なところのこのあれはある、うん、そこはある。まあいいよ。あれだけ持っていくだけ持っていくわ。体力があるで本当あれなんですよね、こいつで、うん、それはあるんですよ、9000あるから。単純なね、自分が残るっていうことを考えるんだったら。ここまで届いつけたら、ヒダでも入らんけどな、これダメージがな、難しいな。ここまで落としたらいいにするか、それ以上あれか。そうだね、ダメージちょっときついね、与えるのかな、うん、残してあげたいけどな。うん、グッズだね。こんであれか、こんで私が、あーこれいったった方がいいか。いいよ、これいったくわ。嫌いなやつでしょ。だから何遍もあれだろう、うん、あ、問題のこともあれだね。私の役目を奪われたな。あの役目を奪われたな。なんだこれ。これどうだろう。こんな。これなんかだいぶあれだね。こんなことないぞ、ずあんなことないに、絶対に。うん、まあでもあれだもんな。9周年2か。うん、蘇生後のあれだろうな。10万2発か。何にもかかってないね。達也だけじゃきついでな。うん。一発、二発、三発。最初9周年か。一応下げといたらんすか。2やったらまだあれだな。うん。うん、よかったよかった。あと1でいけるで。ここはなんとかさせてほしいですから。うん。It's working today. Be concerned with A. Be faced with A. Be done with A. ショックは頼むわ。これは頼む。うん。これはもう。It's working A. 押しといてもいいけどね。一応。かなーっていうのは。
待ちにしちゃうよ。初夏全体はさすがにきついわな。ありがとうございましたということで、最後に、あ、ちょっと肘が痛い、ちょっと肘が痛い、これでもずらすとさ、食って線抜けちゃうからかんもんでさ、もう44分早いな、ありがとうございましたということで、すごい試合ですね、ありがとうございましたということで、頑張った、うん、ありがとうございましたということで、なかなかあれだな、あんなに最後なんかあれなんだな、耐久枠じゃないけど、そんな風な展開じゃなかったわけな、さっきまで。どうだろう、45分、あんま人あれかな、綺麗に落としていくのがなかなか難しいんですよね、本当に、うん、思っとる。かといってあれだもんな、いいねとあれ並べたらなんかあんまりだったし、でも自分だけの、あの耐えるってことを考えると、あのあれだよ、マリテレか、あれはありはありだよ、9000であるという体力が、うん、弱くはない。ポム2発が確か確定台ぐらいラインじゃなかったかな。200カノップでもまあまああれだったかな。色変えれる分やりやすさはあるか。ただ後ろが作りにくいな、あれな、うん。これもらっとこう、私。Unavailable, accessible, appropriate, illegal, accessible。これも嫌だね。まあ分かっとるよね。滑りが似とるもんね。音がないときちょっときついよね。あと読めるの本当に音がないと普通に書いて、うん、あれと押してほしいんですよね。全員ひだらけか。どこら辺までいけるんだろうこれ。ここら辺一応やっといて。水があれだろうな。教祖様を変えんか。全部はきついな。これもあれだよね、マリテレがこんな風にイベ法とかあると、うわこうやって残るでしょこのクソったれ。わかる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 、これわかるわかるわかる、これちょこっちにしとくわ。ここは買えんかった。うん。なかなか綺麗に落ちるのかな。火のが良かったか。まあ結果論だな、これはな。うん、水に変えちゃうが。行くしかないな。このせざるを得ないと死さえするってさ、あのチョイスかなんだったか。まあいいんだけどさ。これあれだったな、火だったな、まあ難しいな。水でまあいいかなと思ったけど、そういう、それなかったな。全蘇生。まあでもどっちみちあれか。引くであれか。そうだね。落とせんかったらもう1枚あるでな。そこはかけるけど、この22あるんだな。そうか、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 やっぱほんと先に落ちたいな、これな。それでちょっと待ってよ、これだけ行ったことか。あそこほんとにあれだな、ほんとこれほんと苦労したんですよ。せっかくなんで火で行こうかなと思ってさ、風に変えたりもしとったんですよ。
ありがとうございましたということで、綺麗にまこしてさ、残数並べずにさって思ったんですけどさ、ハムプがもっと体力低いといいんだけどね。ありがとうございましたということで、49分あと2000円ぐらい、ありがとうございましたということで、そこがすごい苦労しとる。うん、まあ、だったらあの構成を変えやいいっていうのはあるんですけどさ、うん、そう、せっかくなんでね、うん、そうそうそう、マリテリアでもちょっとなんか使いづらいね、難しいな、後ろかな、構成が4ターンで4創生とかもなかなかあれなんだよな、難しいんだよな、私はやっぱ足の手を落としていきたいわ、うん、両方一応あれなんですよね、これ確か9周年でカノプも確か倒せるのがあれだったのかな、倒せなかもな、コスト高いんだもんね、トータルで見るとでもあれだろうね、9周年耐える可能性あるから、そのなんていうだろう、どんなもんなんだろう、あれちょろちょろは使ったりはしましたけど、うん、そう、ああいうの、ああいう2枠に入れるんですよ、あれを、うん、うん、私もあれやったんですよ、やってみたんですよ、思ったんですよ、マリテレよりカヌープ置いた方が、あっち打った方が良かったか、火の方にしちゃよかったな、あれしくったな、タゲしくったな、あれしくったな、しくったな、あれしくったな、あれ難しいとこだね、ここで読み難しいとこだな、うん、ポンもかかっとるな、うん、ウーマンだけで他とけんね、さすがに、うん、うまーく後先であれだったね、逆食らったね、水がいないか水がいないだ、水がいないか、そうか、わしゃあないよ、うん、ここはでもあれだもんね、火にかけてもあのか、その後ろの全体みたいなのがないから、それだよな、難しさが、そこはもうね、そうするとあれだな、なんかぴったり、あのなんかあれだね、あのチームちょっといかんすよね、2、2、3、そうだもん、3だもんな、今一応しとこう、チームぴったりだな、マークって言ったとこあれだったな、あんまクラマでいいかなと思っていい気になっとったんですけどさ、全体ないとあれだな、3体あれだな、こっちのあれかな、これが打てるか、あでも連撃あれか、一応かかっとるか、恐ろしいあれだな、ちょっと待てよ、火力的にはあれだろうな、向こうのあれがきついけど抜けるかどうかってところか、一応引き継いだままなんだな、これで、さすがにそこまであれだったか、ありがとうございましたということで、さすがにいけんかったか、あれ抜いてどっかまで届かんかなと思ったけど、ありがとうございましたということで、さすがのやつ、ありがとうございましたということで、54パート2000円ぐらいいけんかな、そうだな、4、あ、そうか、2000、3000、そうか、9周年とかだときついんか、多分あれが、そういうことかな、
いろいろあるな、なかなかな、いろいろなやり方いろいろあるんだな。あの全然火力使うもんね、うん、最後の全然しかないもん。こうタンスのあれがさ、なんだろう、引き継ぎじゃないけどさ、これ地味に好きじゃないけどね。やっぱあれでしょ、スペルが似てるでしょ、 COMM まで一緒だでしょ、うん、そうちょっと好きじゃない、うん、あれきついよな、九州電話。どれがきつかった、あれがきつかったんか、ここがあれなんだな、うん、ランニングアップかかってないであれだな、グラスくんだったか、あれは打たなかもんな。ここででもあれだよね、今日ぐらいのマニテレのステだと、あのなんだあれ、ターバンのちょっと上位互換とか欲しくなるとこじゃないですか。そんなことない、風変の。あ、でもそしたらあれか、強すぎる。あいつ2回打てるから強いんだよね。そこら辺まで行きたいんだけどな、前だったら。うん、ここはまああれだろうな、本当は以上の前届かしたかったけど、抜くこと考えあれだな、以上の一番くらいぐらいだったら今日のあれだもんね、腕方だったらグッと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 、やっと落ちた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 、やっとだね。やっとやっと、うん、この耐久値が難しいんだな、これな。ウーマンだと色の裏書かれると完全アウトだけど、これが残ったんだな、ここがあるんだな、うん、うまくチンあれだね。でもこれ本当になんだろう、高校生やってみて思いますよね。前半の方のポムはまああれか、継続2ターンだったりだけど、継続2だったよね、1、2だよね。魚丸とかあそこら辺のなんだろう、操縦効果じゃないけどさ、そこまでバターリあれかなと思うもんな。2行って、かかっとってあれか、ここら辺か。これでも勝ちあれ、今日あんまでもこういう試合なかったよ、私。遅延遅延遅延みたいな。あ、多分あそこであれなんだろうね、なんだゼネコンのとこでちょっとあれか、合わんのがあるか。本音ここか、うん、かなちゃんの分があれだな、うん、っていうところがあるのか。あれはさすがに辛いよな。遅延合戦だね。58分、あと1戦ぐらいいけるかなって。もう全員やるだね、ハナちゃん頼むって感じだね。で一番体力満タンのサンタだけって、大丈夫かな。あんまりちょっとあれかなと思ったのは、うん、ありがとうございましたということで。
あれってさ、いや今思ったけどさ、ありがとうございましたということで。今のってさ、ありがとうございましたということで。結果的にあれかな、完全愛をこう不正だとかそういうあれかな。なんで前なんか笑ってなんかおかしなこと言っとんの。だってあそこ裏に蘇生おったらさ、あれ蘇生されたらあれだもんね、何体おった火が、どんだけおったか分からんけどさ、ラス試合なんかうまーくあれだね、落としていけんくなっとるね。でもそんなに私あれ、ああそうか、変わっとる分があるんか、多分そこら辺のところじゃないかな。めっちゃ食らったってじゃないけど、どこ、まあこっち行ってたらあれだな、火があれ打てんか。火がそうだな、火が真ん中3人どれか行くしかないもんな。水風なとオーバイダでここだよな、あれ、ちょっと待って、音があれ。これだとどこがきつい？だよな、残るだな、そこがな、うん、50% の 1.7 だ？ 1.8 か、 2.8 のどんなものなの？計算できんでしょう。フォーム2発が 2.? いくつだった？あれそう、この展開が私は欲しいんだわ。うん、なんすよね。そう、綺麗に落ちる難しさだね、本当に。うん、思っとる。カノプの体力本当あれなんだよな。で他に初手、あ、そうか、ピグメン使えばよかったんかな。あ、落とすで、そっちはよかったんかな、実は。あ、そうか、なんだの遅延。ちょっと待った、なんだの遅延、ちょっと待って。あ、そうか、いや押すだけ押しとくわ。ピグメン使えばよかったんじゃない？ピグだったかビグだったか、ピグだ、ビグか、あれ使って落としたからよかったんじゃない？違う、なんかもう一個遅延おるよ、あれ。ちょっと何あいつ、ちょっと何あいつ。押したろ。まあ多分遅延食らうから押した方がいいと思うけど。うん、悪あがきで私は押すけど、ただあれ押しちゃうとあれなんだ、見えんくなるとこあるよな。これをでもあれなんだな。2人で微妙だと3人かな、多分落とせんと、あれはかかっとうで、うん、まああっち落としたらいいって言ったらあれだろうね、あの水カットが入ってないから多分。意地でもあれだな。まああれだけど。打ったろ。意地でも。なんちゅうドロジェなのこれ最後で。
ねえ。センセル。うん。何くそぞろじゃ、これを今思ったけど、そうだね、落としたかったんだ、ピグメイじゃよかったの、今思った、うん、まだいけるよということでありがとうございましたなんですけど、そうだね、今思ったわ、カマプなんか使う必要なかったんだ、多分ありがとうございましたということで、で、うん。うんありがとうございました。そうだ。で、ピグメ使えばよかったんだから。ということで、デッキなんですけど、ねえ。まあ、上から行きましょうか。ちょっと待って、その前に明日のあれ見とかなかんね。あ、デッキのことであれか、行ってから喋る？今さよ。明日の一応、レギュも確認しとく。140か150ぐらいでしょ。まあ普通の水だね。したけどあれやっぱ頑張る水でやっとると。ポンプとかポンポンかけられると、あの、すっこんとしてこう、ほんとに。水が主戦場だもんね。あ、いやあの今ブラウザ見ようとしたらさ、またお前なんか変なこと言うんだろう。うん。なんかあの、社長一緒のって、お前ほんとクズだな、お前。救いようね、ちょっと待ってくださいよ。明日のレギュラーでちょっとさ、150ぐらいじゃなかったかな。まあ、とりあえずこれデッキなんですけど、やっぱこれ水であれだね、固めても良くないね。ポンポンポンかけられたらあかんわ、本当に。運よくなんか勝ったりとかはあるかもしれんけど、あの、本当にあかん、これ。うん。カノプ確かに先生使ったみたいな、私も200持ったんですよ、これ計算してみて。ポムが2発かかっ、ポムだ、2発かかってもポムだと雨天ぐらいだったかな、風入っとって。マリテレ使うよりなんか耐久値があったのかな。うん、だからそこら辺をやって、後ろなんかカウント稼いで、入幕に4ターンオフとか、って思ったんですけど、まあでもこれはさすがにあれだね。水はあかん、きついわ、これは。うん。ということで。まあ、どれがいいんだろう、もう今日せっかくなんでなんか火で行こうかなと思ったんですよ。風でもまあ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 もう水よりはあれだよね、火か風どっちかだろうね。選べって言われたらどれ選ぶかな、火か風選ぶなかな、選ぶかな、どっち選ぶかな。めちゃくちゃ風がなんか狙われとるっていう感じじゃないし、そんな知恵も見んかったかな。自分が風使ってないでかな。火はあのさっきあのクソったら一回食らったけど、うん、そんなあれだったかな。三枠のところは遅延で来るっていう感じじゃなかったよね、なんか。どっちかやると。うん。まあこれもぼちぼちやりました。うん。これでも巡り合わせの運要素のとこじゃないけど、はあるよな。ただ教祖様あんまりなんか使う気にならなくなったらさ、マリテリーなんか数回はめられたんだわ。まあ多分変えてこんで、こっちあのエツナとかおるし、あの追い打ちしときゃいいんじゃないのみたいな、しっかりなんか変えてきてさ、と思って、あそうと思って。難しいけどな、あれ捨てが何イベホなかったら、まあイベホがあるからだけど、その後ろの組み方が難しい、なんか私は、うん、って思った。うん、まあこれそこそこやっただけでそんな分かんないですけどね。うん、まあ今日は火でいこうかなと思ってさ、弔い合戦とかそういうのじゃないけどさ、まあねということで、うん、そんで日なんですけどさ、今日はでも確かにあのきつさはあるよ。2枠のところでやっぱりあのイベホのやつがあるもんね。マリテレだってあれ何、火にしようが水にしようが9000は9000ですか、打てる数値じゃないですか。で先生みたいにカノプだって2枠に使ってくるっていう、うん、私も思ったんですよ。あれ2枠9周年でもまああれだよね、水が絡んでただどうかなと思ったんだな。あれ初手を残さんっていう前提あるから、私カヌプ初手で2枠9周年かでもあるかなと思った。ただ後ろは窮屈になるもんでさ、コスト的に300いくつ多分捕まうとちょっとあれじゃない、200後半じゃきついんじゃないかな、組んでみると。うん、っていう甘い構築じゃないけどさ、ベホ並べて耐えるみたいな。うん、ただ水はもう並べちゃったらあれだよね、ポム食らうもんで。うん、でまあこんな感じでやったんですけどさ、うん、あそうか、最終見とかしなさい。最終的にはだから良くないな。
6割やんな、これだと。めちゃくちゃはまあ良くなかったですね。なんかそうするとあれだ、弔い合戦が良くなかったみたいなのか、そんなことないよ、別に。最高だって。なんか言うは言うほどどつぼにハマってるかと、今こんな風にやりましたけど、こんなんばっかで他のほとんどやってないですよね。これも遊びでちょいちょいやってみたんですけどさ、これどう思います？確かに何、秘密で風カットを使っていくのはどうかとか言われますけど、この考え方ということ、 90% カット結構なんて言うだろう、英語物語で言うと風割と主流だよね、全体かけて飛ばしやすくて、スキル的にもいいユルとかハバキとかおったりとかしてとかけやすいっていうの、田島はまあ全属性だねっていうのありますけど、初夏も水風とか割と軽く系とかかけやすくてねえって思いますけど、これ継続単位ってなんか和なくない、ハバキの方がいいじゃない、もうコストがもちろん違うで、ね、同じ土俵で何比べるのとは当然ありますけど、1単確かにまあ今日はあれだよね、色がバラバラだから 90% カットの風かけたから止めれるってわけじゃないですけどさ、これ仮に相手がさハバキとか打ってさ 90% カットで止めたとしてもさ、次こっち自分のナマズの方ってあれだよ、スキル全くかかってないですよ。さあ、イベホの数字があるだけで、9000いくつの ?9000 いくつだとか ?8500 ぐらいの火力が ?3000 ぐらいとか、そんな強くないよね。次何にもスキルかかってないんだよね。盾っていうの、防御っていうの、このか、なんだろう、継続単の考え方、これ、こいつちょっとなんか罠じゃないかなって、思ったんですけど。1単だけ見りゃ強いは強いけど、で数値も良くないんですよね、これ。耐久値高いもんで、自分が残っちゃって落としたいんですよね。味方を残しつつ、なんか次の全体とか蘇生とかの方で繋げたいんだけど、残るんですよね。まあ、イベホの部分も当然ありますけど、だからそういう風に残る風に作りゃいいかって思いますけど、なんかどうしても残数差作ろうとしてやっちゃうんですけどさ、なんか考え方こいつ罠じゃないかなって。使えるかなと思ったけど、継続ターンどうかなと思ったんですよね。対面でハバキと当たった時とかと思うな、これ落としてった最後にこういうのって低コストぐらいじゃない、置くのって高コストになったらもう素直に蘇生置くでしょう。それか自分でごっついかばうっていうね、ベホの今日の9周年のところじゃないけど、ああいうのじゃないですよ、ゼネコン置くとか。ちょっとなんかあれだと思った、これやってみてどんな感じかなと思ったら、なんか違うなと思って、色が合うとか合わんというよりそもそものこのなんて言うんだろう、落とす流れに合ってない。蘇生した方がまだあれかなと思う。使いか、継続ターンが難しい。なんか 90% カットになんかなんて言うんだろう、すっごい魅力的に映るんですけど、使ってみるとなんか1ターンだけで、そのターンだけっていうのが、で同じ言葉ですけど、こいつ体力高いもんでさ、イベもなくても、前回とかでも使っとんすよ、ちょろちょろは。うざっこいっていうかさ、そこがなんかね、まあなんか多分あれだろうね、うまい使い方あるんでしょうね、あなたが下手くそということで、うん、まあこんなもんやってみましょう。ちょっとこれ違うね、だいぶ違うね、あこれ一緒か、うん、こんな感じで、まあ確かに残るは残るよね、うん、危ういよなんかね、あの水が入っとるもんで、ポンプとかかかったらボコボコって打たれるから、まあ、ある程度はこういう使い方のもあれじゃないかな。ただあれだね、火にして自分の殺そうとすると味方巻き込んじゃうよね。要はなんていうの、イベホでこれ体力が3000だから9500ぐらいか、そんなもんぐらいかあるから、火にしても打てんすが、あの自分が火にしても相手水でもあいつとかうどんとかじゃないと、ポンプとかだと打てんすがね、あの元の火力が低いから、あの水じゃないから、だから残るっていうの、ポンプ2発が確か耐えるはずだったんですよ、これ。あ、どんなもんだったかな、80からこう90だったかな、確か2発もまだあれだったと思う。まあもちろん秘密だもんで当たり前だけど、エトナの水とかエトナの秘密かからエトナの火かあたりの何全体攻撃が飛んでくる可能性があるから、そんなにってなりますよ、残るっていうことは、うん、そういうのもあるけど、味方を巻き込んでっていうのがちょっとやりにくさ、難しさあるかな。自分だけ変えるんだったらあれかな、うん、まあこんなもやってみました、なんかどうかなみたいな、うん、最後はちょっと弱いなあれな、
コスト的に、コスト的には捨て的に、回復率も低いし、全体かけてどうかなって、まあ、コスト的にはまらんもんね、完成になったんですけどね。なんかあんま大抵構成あれだな。あんたあんま秘密なんかあれじゃないの。先生みたいじゃないけどさ、4枠をどうにかうまーく4ターンをさ、遅延は食らったらまあいいわなんだけど、遅延がなかったら動くよぐらいにできんかな。なかなか安定したのが難しいかな。2枠をマリテでやっぱうまくやるしかないかってことか。自分だけ残ることができるよ。いや、味方を無視して火に変えて、まあ、できるけど、そこなんだよな。そう、そう、そうするとこんな風に後ろあれなんですよね。初手だからあれだろうな。さっき最後の方に言いましたが、こいつのが良かったんだろうね。ビッグベンか、いや、コストがじゃなくて落としたいから、残ってほしくないもん。多分そっちの方がいいんだね。これとっとと落としてた方が、カヌープ結構残るもん。あれでやったら後ろがちょっとというかな、正統派で言って後ろだったら 100% 蘇生とかにした方が多分いいんじゃないかな。なんか、って思った。気づくの遅かったね、ちょっとそれをやってみたかったな。なかなかそのなんていうの、自分の描くシナリオ通りになるのが難しかったというの、かな。まあこんなのもやりましたけど、うまーく安定して 1,2,3 何並べたら4が動くかなーってのが探れんかったかな。ずーっと右目の構成ばっかりやってたで。まあいいじゃん、たまには。弔い合戦じゃないけどさ。これが初見なんですよ。どんなんでいこうかなーと思って。初手ウニのがあれかなーと思ったんですよね。まあ多分三重子先生そんなおらんだろうなーと思って。コスト下げるわけじゃなかったけど、最後にただ9周年使って強いんかなと思ったんですけどね。蘇生刺した方がなんか多分いいんじゃねえかなと思って。まあこんな感じでやってみましたけど、なんか遅延食らって終わったかな。それで思ったらやっぱ水のままのなんかゼネコンだと使いにくいかなって、ポムとかかかったりすると、ポムとかってポムなんですけどさ、って思った。あそこら辺でなんかなんていうの、色変えて、変わってずらした方が味方の遅延もずらせるでいいんじゃないかなって思ったんかな、これやって確か。そんで変えたんかな。で火とか数えは出たか、まあじゃあせっかくなんで火でいこうかみたいな、そんな感じで組んでみまして、それで明日でございますということで、早いね、そんなやってないもんだって。全属性、あ、最後におしゃべりしましょうか。149、とりあえず初手はもうあれだよね、風でいいんじゃねえかなと思って。だってマリテレ、ゼネコン、初手、グラーツ君はまあいいわ。そんな体力高いやつね。誰かが。ああ、9周年がおるか。でも149で初手99使ってくるのはいいでしょ。で、カヌプも考えたら70の、まあ、風かなと思って。まあ7星っていう可能性もありますよ。それはなんか水の任せるわ、みたいな。こんな感じで。でも本当あれだよね。後ろに風積んどるから火落とさなあかんよね。水残してもいいから風落とした方がいいんじゃないの。あ、火落とした方がいいんじゃないの。まあ、とりあえずなんか普通にさっと組んじゃった。で、コスト並んで最終は第4形態か。どのパターンだろうね。全属性って割と水風のようなデッキの構成に近いイメージなんですよ、私。で、なんだろう。何色でかばっていくか。それかもしくは2枠を色変えるのか。それか2枠もなんかかばうのか。もしくはあれ。なんかの4枠で壁を作って最終でウーマンとか、あの手のやつでかばっていくのか。っていうパターンかなと思ったんですよね。あともう一個、普通にイベホで前半からリード保って、王道じゃないけどさ、リスコックスとか繋いでいくってやつ。得意点をついて。初手があれだよね、どれが耐えやすいかとかだね。一応私はこんな感じで絞ったんですけど、とりあえず。自分だけじゃないけどさ、マリテレのことですけどさ。難しいな、あれ全部変えるでな。2枠は風対策で、マリテレオールだろうね。そうはさせじとあれか、水でかばっていくとかあるか。まあ、とりあえずこんな感じでやってみた。組んでみまして。すごい手探り感になりそうかなって。これ逆に、何で言ったらあれかなって。ゼネコンがおるから単純にあいつを置いたらって思いますけど、全体かけるんだったら3ターンか。
かけて、で水を蘇生してみたいな、まあ、風邪ひっかけたら終わりかなと思うんですけどね。こんなパターンはどっかの中に多分正解があると思ったんですけどね。探るのはちょっとなんか時間かかりそうかなってイメージなんですけど、うん、たまにはじゃないけど、うん、こんなのもやっぱ初手はあれなんですけどね、田島大谷なんですけどね、うん、ヒッタレどうだろうって入れたんだけど、これぐらいのコストだとあれだね、田島とかヒッタとかこの辺りが強いね。ただ明日はマリテがおるから、そこら辺を使ってうまく使われるとっていうとこだね。あ、そうか、ちょっと待ってよ。そんなコースも、そう、こう、ね、あとこんなようなパターン。うん。もうちょいコストあるかちょっと考えられることありますけど、これ139だから、あと10ぐらいか。田島のとこ44とかいけるけど、いいねとか置いてもいいかだったら。マリテー対策に。そこら辺ちょっとやってみてだね。どっちの方にシフトいってるのか、田島が多いのか。うん、これやりながらかなと思ったんですけど、でこんなようなパターン、なんか壁作って最終でかばうよみたいなっていうやつかな。うん、メルクは強いと思う。結構なんか答えは難しいかなと思うんですけどね、まあ、とりあえずこんな感じでいってみようかなということなんですけどさ、うん、そんなもんだね。リスコックスパターンとかちょっと考えておくか。前半から入れ方じゃないけど無理かな。水があるから刺しますね。まあもちろんあのあれだよ、 あれもあるよ、なんだモズルか、うん、そういうのもありますけど、待ってくださいよ。マリテルとあれと2枚並べれんかな。初手が薄くなるか。待ってくださいよ。これがさ、今日でも思って組んだんですけどさ、組むだけ組んで、あまりにポムの火力がやっぱ強いよなって、なんかやってみて認識させられてやめたんですかね。要は3枠に生ず置いて、今日でも動いたら強いんじゃねえかなと思ったんですよ。味方の耐えを期待してみたいな。ゼネコンのゼネコン率がわやわやおったらって思ったんですけど、めっちゃあれなくじゃなくて自分で使った方がいいかなと思って、味方の遅延避けじゃないけどさ、そこで1ターンだけとりあえずせき止めてみたいな。131か、これで18、これあれだね、ピグベンぐらい置かなかね。ビグベンとか18だってきついやつだねこれ。だったらもうあれか、これ風を落として火使うとか、落としていくとか。マリテレでとかあれだから、でも風でやっぱあれだよなって思ったんですけど、これで落とせるのかな。4000はきついよな。5000ぐらいだと多分ダメだよな。1万ぐらいとかだから149、これダメなやつだね多分。もうちょい多分火力出さなかに、うん、そう、こういうのがさ、で耐えたりとかできんかなと思ったんですけどね。そしたらサリエリとかか、メルク使う2700の3000、微妙い2700、これ誰倒したいの。ゼネコンマリテで無理でしょう。メルクでも倒す、サリエリでも倒す。サリエリ倒せるかこれ。2000いくつだで、きつねえか、等倍だで。サリエリきついんじゃない。わかった、こう、こんな風。それがこう、初手でもこうやって多分弱いと思うんだけどな。3000で誰倒すので、リスボンとかにも結構あれじゃないの、遊ばれるとこあるか。そんなあれじゃないのこれ。こんなやつでもどうかなと思うんですけど、どう思います。ここら辺をうまく組み合わせてみたいな。あと誰が思うんだ、サリエリとかそんなもんぐらいか。
だな。こんなとこか。ゼネコン使ったら難しい。これをでも活かしたいからこうか。これきつい？やりすぎ？どうしてもこれで動かそうとする？いや、ソフトにもらって動かんかなと思って。うん、まあいいや、ちょっとこんな風にしといて。で、あとゼネコンパターン。ゼネコンパターンはどうなる？何色かだよな、これな。ゼネコンパターン、まずい。なあ、もうむしろあんな風になっちゃうな。庭子を何を引っ掛けに行くかだよな、要は。蘇生ない。ちょっとめっちゃなんか寒くてお手洗い行きたくなったんですけど、待ってくださいよ。入れちゃうな、入れちゃうな。こんな風にしといて、これだったらどんなもんだ。に風まで入れたらやりすぎだけど、これ入るんか。田島親父を入れたいな、だったら初手は。それぐらい入れときたいね、とりあえず。明日でもこれ結構あれだよね、答え初見出されてすごいぞ多分。どこに絞るかな、どこ行った。はい、まずね、こうでしょう。で、まずね、115だから34使える。結構使えるね。足し場になるんか。だからここら辺入れるんだろうな。34、そうだな、34。このあたり田島。いや、なんかコストもったい。火に変えたる？ゼネコン火に変えたるか。どうすんの、火に変えて。そうか、あ、そうか、またやる。あ、でも風たら打てるもんな。でも別に田島でも風たらあれだな、2発打てるか。一発いて一発どっか飛ばせるか。またやる？どうする？このパターンと、じゃあちょっと待てよ。もう色作っとくわ。待ってくださいよ。こうしといて、多分何がある？選択肢として。魚丸とかでもあれか。火力上げた方っていいケースある？水がメインになる？皮変か。マリテイトでも戦うんだもんな。ああ、そこら辺も意識しつつとか、水で火になる可能性も考慮しつつとか。火にするぐらいなんか多い子あれだね、かばいたいね、入れたいね、なんかね。なかなかあれだね、これね。まあいいや、こんなパターンにしておきますよ。を作っといて、まあとりあえずこんな感じ、ちょっと戻しといてってことなんですけどさ。それでこの前になるんじゃないですかさ、うん、まあね、ありましたか。私はああいうのってさ、なんだろう、昔の経験じゃないけどさ、あんまりなんか自分の意見を主張してあげん方がいいかなって。あれって絶対あの、なんて言うんだろう、やめてほしくないからさ、あのやっぱ自分の言いたいことって言いますが、どうしても。いや、私でもありましたよ、うん、だからそういうの言っちゃうとさ、その何、当人たちじゃないけどさ、に対してなんて言うんだろう、辛いところじゃないけど苦しいところじゃないけどさ、逆に追い込んじゃったりするっていうケースもあるかなって。これ私の、あの過去の経験からね、うん、って思ったのと、一番が、あ、舞台裏は分かんないですよ。結果的にまあなんかいい方向へ行ってよかったかなとは思ったんですけど、あの本人たちの逃げ道を絶対に潰しちゃダメっていうことかな。
うん、そこのタイルを立っちゃダメっていう言葉が、だからなんて言うんだろう、もちろんさ、あのやめたくてやれないわけじゃなくてさ、あ、これは私の意見ね、ぶっちゃけて言うと、あの責任なんか何も取らんでいいと思ってる。で、仕事とかでもそうですが、あの責任取ることって実は何、そのやめることじゃなくてさ、今やっとる仕事を何全うするとか、例えば今関わっとるプロジェクトじゃないけどっていうのを最後までやるとかで、なんか例えば失敗したとかさ、契約とかでなんかミスって、なんか運ぼやくまんじゃないけど、なんか損失で穴開けたとかあったりしますが、例えば会社なんかでも自分が関わったりして判断ミスとかでっていうのでも、そういうのでも、例えばさ、そこでなんか何言及とか、その役職とか下がるとかいろいろありますが、あの会社とかだったら、個人とかだったらまた別はあれだよね、いろいろ個人で何契約じゃないけど他の会社とかで雇ったりしたらさ、責任の取り方じゃなくありますが、自分が役職とかじゃなかったら、そういうところの中でさ、会社を辞めるとかさ、その減給とか役職下がるとか、極端に言うとその事業を畳むとかあると思うんですけどさ、学校とかでもそう、学校とかだとどういう風なんだろうって、あんまた学校のこと知らんよね、まあそういうことはいいかということで、辞めたりしてなんか責任とか取るより、そのまま続けた方が実は私責任取ることかなって。あ、でも本当はこういうことってあんまり言わん方がいいですよね。何当人たち追い込んじゃう可能性もあるからってこと、それが一番だと思ったんですよ。っていうのが何、その二人が絶対にっていうのは、辞めないようにとかさ、戻りやすいようにとかさ、その私想像より早かったと思ったんですよ。もうちょい時間かかるかなと思ったんですよ。うん、なんとなくね、うん、いずれは戻ってくるとは思ったけど、ちょっと時間はかかるかなと思ったけど、そんでもそういう時のためにさ、戻ってきやすいようなその逃げ道っていうのをうまく残してあげるのが一番あれかな、できることかなと思ったんですよね。遠回りじゃないけどさ、実は近道として、そこら辺のタイルを全く立っちゃうと、前なんかのなんかあれ、私いじめかなんかのとね喋ってたかな、なんかでなんかこの英語物語やめるかなんか、なんか話かなんかしたと思うんですよ。あの学校とかでもそうですか、いじめとかじゃないけどさ、会社とかもさ、ああいうパワハラとかじゃないとかありますが、仕事なんかでもさ、うっさいなんかバーコードじじいの上司がさなんか女性社員ばっかりいじめたりとか、なんかさ、その子ばっかりなんか標的にしたりとか、いろいろ人によっていますが、会社の中でいろいろいますが、絶対どこの会社でも大体おると思う、その組織の中ではそういうやつは絶対になんか、会社の想像に出たら大したことないくせに会社の中で威張り散らすやつが、まあ、だって心の声を代弁して言っときましたけどさ、そういうのでもさ、学校の中でも大なり小なりいじめじゃないけどさ、あると思うんですけど、そこの逃げ道っていうかさ、を絶対なんて言うんだろう、退路を断っちゃうのよ。だから自分で自分を苦しめるっていうの、人間ってやっぱあれですが、他人を傷つけとるうちはいいけどさ、本当にあれになると自分傷つけちゃうと、要は自分をっていう風になっちゃうから、そういうところの退路を断たないように残してあげるのがあれかな、ベストかなと思ったんですよね、私の中ではね。これこういうこと言ったらあれだけど、結構年取ったなって言われるかもしれないけどね、年齢差の考え方って結構あるかな、考え方っていうか経験なぞっちゃうとか、過去の自分がそういうのあったことを、極端に言うと、なんか自分が犠牲にしてでも何2人が残るよとかさ、ね、そういう退路を断たないようなのがトータルとして効率は私いいかなと思ったんですよね。うん、自分が当事者とかだったらね、うん、まあ、うまくあれだね、うまくって全然知らんすよ、誰が何も知らんすよ、うん、実話っていうこともあるかもしれんすけど、話の落としどころとしてもあれじゃないかなっていうのが、いい方向にはいったんじゃないかなっていうのがさ、あれでも何だ、ああいうような状況とかで私絶対折れるんですよ、自分が例えば正しいと思っとっても、自分が もちろんあれですよ、私正しいと全く思って、あ、こういう何喋っとることとか、なんかツイッターとかの意見とかでもそう、あれでも例えば間違っとると思って言ってない、自分の考えだからって言っとっても、それによってさ、考えが当然合わない人は絶対当たり前の人間でありますが、全く何こいつってのこのクソったれがってね、っていう全然意見合わんのはあって当然ですが、
で、それ以上にさ、その意見に対してさ、すごい不愉快とかさ、もう感じ悪いとかさ、あの気分悪いとかさ、逆にそれがストレスに感じるとかさ、っていうんだったら、それを逆にもう謝るとかさ、あの撤回するとかさ、あっさりプライド捨ててね、自分の意見とかじゃないけどさ、自分の考えねじ曲げて、っていう方が私合理的かなと思ったんですよ。効率的っていうの。変な、変な人でしょ。プライドも減ったくれもないんだけどさ、靴舐めるって言ったらさ、舐めるの本当に。なんですけどさ、そっちの方がなんて言うんだろう。相手の、刀じゃないけどさ、鞘に収めやすいっていうのかな、矛先なんかに関しては、うん、っていうようなところがなんか逃げ道じゃないけどさ、退路じゃないけどさ、そこら辺を立たないように、全く何にもなんか逃げる場所がないようにしないようにしてあげた方が本当に人間を追い込んじゃってみたいな、っていう前だいぶ前になんか喋ってたかな、その会社におった人のなんか練炭じゃないけど、なんか確か喋った覚えあったと思うんですよ、うん、そういうのもあるから、そういうなんていうのは本当悲しい悲劇じゃないけど、だけど見たくないし聞きたくないしさ、まあエゴだけどね、これも、あ、でもエゴってこれもそうなんですよ。今回なんかさ、お二方が会った時なんかやっぱり周りなんか自分の意見言いたいと思いますが、あ、でもそういうなんかあの うるさいなんか年上の意見だと思ってくださいよ。絶対言いたいと思うんですよ、自分の意見をさ、やめてほしくないということをさ、主張したいというのは。でもそれを言う、あの、でも言ったことによってそのあれだね、やっぱ励みにはなっとると思うんだよね、やめてほしくないって。いや、お前なんかいなくなるバカ野郎みたいなやつはさ、ガックーンってへこむと思うけどさ、あーポカーンってなんか口開くと思うけどさ、あれって。でもさ、自分はあの言ってすっきり笑うと思うんですよ。男だよとかそういうことじゃないよ。お前バンダバカなこと言うなよ、うん、自分のやっぱさ、そういう時ってどうしても感情的になりますが、やめてほしくないっていうのもあるしさ、そんなことでってさ、確かにそうだよね、うん、本当に嫌で嫌でなんかやめるとかじゃなくてさ、だからそこもあれなんだね、うまーくさ、やめなくていいような方向とかにさ、その刀を収めやすいで、別に振りかざしてるか振りかざしてないかは別としてさ、うまく誘導するような方向へ持ってってあげるのが結構周り、私含めたらそのね、少しでも関わってある人たちの外野サイドってことなんやけどの、してあげれるなんか最善の手かなと思うんですよね。だから発言とかすごい私控えたかな、ああいうのって、うん、言わん方がって思った逆に、うん、だからその過去のあるから、その過去の経験なぞっちゃうだけなんですけどね。自分の意見をバーッてツイッターとか言うのは自由だと思うんですよ、それは当然。あんたのなんかね、腐ったデッキみたいにさ、脳が来てあれとってもいいと思うんですけどさ、それを言うことによって結果的に苦しんじゃったりとかあったりとか、まあそこは同じ言葉だけど励みにはなっとると思うんですよね、素直にね、うん。でも中には何か考えさせるような言葉とかあったりしてっていうのがあるから、まあ、あれかなって思ったんですよね、うん、っていうのがその前のその練炭のあれじゃないけどさ、その事実を知っとるから、私が例えばその会社の何ね、上司とかじゃないけど数人しか知っとらんことをぶちまけば別に会社として問題にしさ、例えばその例えばじゃないけどその練炭でね、自分をやろうとした会社の人をさ助けれることができるわけじゃないですか。上司なんかをそうやって追い込んだ上司をさ、陥れるじゃないけどさ、を追い込めれることできるわけじゃないですか、そう、私がぶちまけることで。でもそれによってそのレンターンでした人はさ、行ってほしくないという気持ちがあるし、嫁さんとも喋ったんですよ。でそこの子供も持って、その子供も確か会社に来とったんかな。でそれを言うことによってさ、それが全部公になるわけじゃないですか、少なくとも会社の少しの人間しか知らんかったところが、私含めたところが、ということはそれによってやっぱりそのね、そのレンタンでした人から、それから奥さんから、家族の人から、辛いわけじゃないですか。どっちの方が辛いかなと思ったら、結果的にぶちまけた方が辛いわけじゃないですか。だから奥さん実際に言ってほしくないというかさ、うん、俺の立場がもちろん悪くなるっていうのもあったけど、いや俺は別に言ってたんだ、それでもそこエゴだよね、俺が言いたいから、ぶちまけたいから、助けたいからって思うんだけど、それによってその人たちが追い込まれるということを考えると、うん、じっと耐えるっていうの、黙ってるっていうの、寝首をかくっていうの、うん、いやでもあの時本当そういうあれありますよ。前喋ったかな、まあいや適当に喋ろうか、ちょっとお手洗い行きたいけど。そのレンタンで自分をやろうとした人が A さんで、
追い込んだ人が B さん、両方上司です私の、うん、で結果的に A さんから B さんが上司に変わって、私のことをすごい買ってくれて、ね、役職とかじゃないけど上げようとしてっていう風なんだけどさ、だけど私としては心情的には A さんにあるわけなんですよ。やっぱり助けたいわけじゃん。だからいつかは何て言うんだろう、役職上がった時でもさ、B さんの寝首を描こうって思うわけじゃん。漫画みたいにそんな風になっちゃうんですよね、やっぱり。いや、なっちゃったんですよ。よくないなと思ったけど、何言うこと聞いてとかさ、会社の中でさ、その仕事とかは当然やるからさ、従ってじゃないけど、だけどさ、いつかは本当にチャンスをってずーっと思ってたんですよ。ずっと思ってましたよ。その B さんとも確か喧嘩したとか前言ったかな。うん、喧嘩しましたよ。面と向かって確か言ったことある。うん。あるけどさ、北海道一周かなんかした後とかだったかな。会社辞めてから行っとる。会社辞めてから北海道行って、それから会社へ戻ったんかな。で、その、新しく上司になった B さんの方、A さんの方は、そのレンタンの方は、前喋ってたかな。静岡かなんかの方に行って、数年後になったか、あとですっごい老けた感じはあったけど、元気でやっといていいかなと思って。ちょっと年老いて枯れたかなと思った。自業自得ってとこもあるんですよ、その A さんも。今までその他の人に座って、何、部下とかを追い込んできたから。だから自分が上司になった人、年下だけど、B さんが上司になったんですよ。うん。A さんが私の親父ぐらいじゃないかな、多分。B さんが私より、一回り上行くか行かんかぐらいじゃなかったかな。うん、なんで、まあ、自業自得っては自業自得だけど、やっぱりね、喧嘩もしても世話になった人がさ、喧嘩ってやつを、今回の、まあ一応喧嘩ってや喧嘩ですわ。だけどあれ、なんだろう。意見の衝突っていうか、そういう喧嘩みたいなこと私あってもいいかなと思うんですよ。今のなんて、私の連れっていうの、数少ない友達っていうの、友達の前に、ちょいとはね、何カナズ行ったり、ロシア行ったり、そんなようなやつばっかだろう。なんだけど、そこに何、今のその連れっていうの、友達っていうの、で、自分の中で呼べる存在のやつらってさ、あえてやつらって言うと、みんなちっちゃい頃からどっかで絶対喧嘩したんですよ。その、カナズ行ったりしたやつとか、北海道行ったやつとか、確か、小学校かなんかの時に喧嘩して、なんか、喧嘩って本当あれだよ、ちょっとなんかグーでこづいて、本当に殴り合いしてるやつだよ。うん、そんなやつらばっかだから、逆にあれなんか、もちろんこの時代が違うってなりますよ、ね、年齢的なところで。だから意見の衝突じゃないけどさ、絶対にどんだけ仲いい人とかとさ、それこそ家族でもそうですが、嫁さんともそうですが、子供だってそうですが、いくら可愛いけどさ、意見は違ったりしてさ、喧嘩になることは当然ありますが、嫁さんとでもそうですが、ありますが、絶対に食べ物の趣味が違うとかさ、ねえ、それこそ掃除をするとかすぐしないとか、片付けるとかいろいろありますが、車の乗り方から、それからいろいろありますが、靴の脱ぎ方からね、まあ言い出したら気にないとかありますけど、なんだけど、まあ喧嘩じゃないけど、意見の衝突点は言ってもあれかなと思う。うちに止めとくよりは。から今回でもそんなに思ったことを、全然あれですよ。お前が偉そうに言うんだって、そうやって言ってくれて全然いいんですよ、あくまで一個人の意見として、まあそんなような感じだよということで喋ってるだけということで、意見の言い合いじゃないけどっていうのはいいかなと思う、なかなかこのなんていうんだろう、この中だと自分の何決めた映画物語内のゆるのあれかアイコンかがある程度その人の顔みたい、それからツイッターのアイコンがその人の顔みたいになって直接会ったりとかね、言う人とか、それかなんで身近同士でこのアプリやっとるとかっていう人たち以外ほとんど顔を合わせたことない人だと思うから、なかなかあれだね、人物像が想像できんというか、写真とか見たことはありゃ別ですけど、なかなかそんなことないですよ、っていうとね、意見の衝突とかなかなか難しいですか、どうしても言いにくかったり、まあ初対面では初対面でもね、あんたみたいにズケズケ言ってどうでもいいと思う人はいいけどさ、だからそういうのあってもいいかなと思うと、難しいけどね、それはね、喧嘩になって平行線になって全くってね、それからもうぷっつりお互いがっていう風になっちゃうのもなんか寂しいとこあるから、かなって思ったのは素直に、
その過去の経験があったもんで、私の中にそういうのが邪魔しちゃうんだけどね、どっかの歌みたいだね、からあんまりなんか行ったりとかじゃなくて、まあな、エゴかなと思うんですよね、ああやって自分の意見主張したりっていうのは、割とだから多分年齢層的に言うと、おそらく若い人たちの方のが結構意見言って、実は保守的って思われるような年齢上の方の人たちの方が割と意見控えとるかなって私はイメージを持ったんですけどね、そっちの方がなんかトータル的にじゃないけどまとまりやすいっていうか、収めやすい、矛先じゃないけどさ、ところがなんか作れんかなと思ったんですよね、うまーくね、なかなか、まあ、結果往来で言ったら言い方あれだけどね、とこはありますけど、そんな感じかな、なんか、その経験がもろにあったもんで、本当に思った、うまーくさ、緩やかになんかやめなくても、ね、いいような方向へ、逆にずーっと絶対になんかやめなかんとか、そっちの方向へ持っていくようななんか誘導的なっていうのはよろしくないかなと思ったかな、なかなかね、でもまあ、なんて言うんだろう、私プラス思考だと思うんですけどさ、結果的にこういうことによって何、その切断なんかに関してのところがさ、システム的なところさに責任転換しやすくなったというかな、っていうところはあるかな、プラスかなって素直に思ってます。分かりにくい曖昧な部分をさ、もっと明確にさせるっていうところを、なんていうのを、議題を運営さんサイドに投げつけられたかなってっていう方のが多分収まりやすいかなと思ったんですよね。運営さんもそっちの方が多分さ、自分たちが悪者じゃないけどさ、っていう風にした方が話の矛先が収めやすいかななんて思っちゃったりしたんですけど、どう思います？まあいろいろ意見はあると思いますよ、それは。多分自分もあれだと思う、10代とかそんなぐらいだと、そのイケイケどんどんじゃないけどで、バーって多分自分の意見とかガーって多分言ったと思う、言ってスッキリじゃないけどさ、男はねまた言うね、偉そうに叩かれるぞ、本当に前笑ったもんね、本当笑ったよ、男はまあ言ってスッキリなんだからねって、ちょっとまるまるちゃんうまいねって、カタカナの言ってと漢字の言ってとかけたパシーンって違う、そうじゃないって、俺もそう思ったのは言っていらんこと言ったなと思ってさバカだな、まあ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 なんですけど、そういうことかな、蒸し返すのは、ね、良くないであんまりあれだったので、まあ、私の意見としてだからこんな最後の方にひっそりとさ、まあでも良かったと思う、結果的にはどうか分からんすけどさ、戻ってきにくさを残すよりは少しずつでも緩やかに戻ってきやすいような空気雰囲気みたいな、あなただとあれだよね、空気も雰囲気も読めんからすぐ戻ってくるね、いやちょっともうなんかやっぱ対戦したいね、戻ってきちゃっててへーみたいな、まあそういう人だもんね、かなと思う、まあそんなものにしておきましょうか、かな、まああれだもんね、運営さんとしたらあれだもんね、これから排出率がどん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 良くなる感じで回す人材はあれだもんね、放出するわけにいかんもんね、まあそんなような私らしい話題話の言い方ということで素直に、まあということで本日は右のじゃないけどさ、そんなエールを込めてさ使っときました、まあそんな感じで終わりましょうか。明日でもあれだね、難しそうですね。マジでマジで。いろんななんかパターンが作れそうかなと思ったんですけど、まあそんな感じで。実はそんなに良くなかったということで、まあ終わりましょうかということで。まとまらん話だけど、別にまとまらんことはまとまらんでもいいもんね。まあそんな感じで。まあ素直に良かったということで。いや、本当に心の底から思ってます。私のアマゾンが復帰したとかそういうことじゃなくて、まあ、それは結構良かったけど。まあ終わりましょうか。そんな感じでということで。はい、ということで、そんな感じで終わり。